持ちが入れられた木製のバンジュー1902年の駅弁販売後継万獣は主に食品業界で利用される薄型の運搬容器の総称。万獣などの漢字を当てることもある。本来の万獣は木製で蓋のない箱である。両端に運搬者が手をかけられるように穴が開けられていることもある。大きさは様々であるが人一人が両手で持てることが基本である。 特徴としては薄型であることと厚板が用いられていることが挙げられる。これは運搬容器としてまた積み重ねに耐えるために丈夫さが求められたためであると思われる。主に生花、製パン、製麺や餅など製品の湿度管理が重要な製造業で用いられた。現在のバンジュは合成樹脂製が大半であるが一部木製やアルミニウム製のものも使用されている。 また、二つけの万重は、合成樹脂製が出回るようになってから、製造されるようになったものである。合成樹脂製の万重が作られるようになってからは、従来の製造業種だけでなく、弁当や豆腐等の製造業でも運送用の通い箱として用いられている。また、それに伴って深型の万重も製造されるようになっている。ありがとうございます。